はい、こんにちは、勝間科学物館です。お邪魔女ドレミリズムタップジュエリーケース、早速紹介していきましょう。ちょっとね、以前届いたまんま、そのまんまで放置されて、てっきり開けるの忘れてましたね。さあ、開けてみていきましょう。おー、かわいいめっちゃかわいい、やべえ、超かわいい。え、これ最高だわ。だってなんかあのセーラームーンの以前多分紹介したと思うんですけども、あの パフパフのあの化粧品のやつみたいなパッケージ、お邪魔女ドレミ、うわーすごい。リズムタップジュエリーケース2016メイドインチャイナ、これは可愛いぞ、これは可愛いぞ。さあ開けます。おお、すごい。おお、15周年。うーわ、かわいい、すげえ、これはすごい。うーわ、めっちゃ綺麗じゃん、めっちゃ綺麗だ、すごい。おお、あ、これはね、鏡がね、こうペリッて剥がすと綺麗になってるよと。ただこのなんか中の感じは全部セーラームーンとかの商品と似てますね。前回もセーラームーンの紹介しましたけども、それと似てますね。こちらですよ、すげえ。なんて書いてあったんだろう。音符を付け外しの際は一番上のクリアの蓋を開けてください。あ、これだ、これを開けると音符が取り外せるよと。おお、おお、音符外せる、すげえ。でも外さないけどね。すごい、めっちゃ綺麗ですよね。うわ、いいなこれ、かわいい。中は15周年とお邪魔女ドレミ、かわいいな、マジでいいですねこれ。うわ、すごい。これが入って、パッケージこれ袋に入ってなくても開けてこれですからね。すげえ綺麗、めっちゃいいじゃん。いや、これいい商品ですね。いくらだったのかな、3000円ぐらいだったかな、忘れちゃいましたね。うん、これは非常にいい商品ですね。お邪魔女好きだったら本当にこれ持ってたいということで、今日ご紹介したのはこちら、お邪魔女ドレミのリズムタップジュエリーケースでした。チャンネル登録、評価のお願いします。ではまた明日。